顔の前にサラブ持ってきて、腕とクラブが90度。はい。その状態で、まず体を右に回していきます。そう。で、前傾してあげる。そう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 。そうそうそう。そうそうそう。これがトップです。はい。で、このまま体を逆に回していきます。これがフォロー。今こうなっちゃってるんですよ。はいはい。必ず立ててあげないと。へえ。これでも皆さんこうなっちゃってるんですよ。ああ、そうかも。右に倒れちゃう。必ず上げていった時、上げていく時も多少やっぱちょっとこう文学にはなっちゃってるんですけど、はい。まあ曲がってはいるんで、はい、必ず打ち終わってからクラブ立ててあげないと。ああ。立ててあげると肘がこう引けにくくなるんですよ。今左肘が外向いちゃってるんですよね。はい。本来肘って下向いてる形になるんで、それ肘で意識しようとしてもなかなか難しいんで、クラブを立ててあげるようにイメージしてあげると自然と肘って下向くから、ちょっとやってみますか。見えて、そう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 、そうするとクラブヘッドが走ってくるのもあるんで、彼も出やすいし、はい、状態が上向きづらいんです。皆さんもクラブが立たないから自分が上向いちゃう。はいはい、うん、確かにそのスイングです。私はね、こんな感じですよね、多分。はい、そうです。ちっちゃいアプローチもそう。そうですね、そう、ちっちゃいアプローチも必ずヘッドを立たせて、ちょっと立ててあげるぐらいのイメージ。ちっちゃいの、そう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 、だから多分自分の中で違和感あると思うんですけど、さっきの打ち方より全然いいんですよ。さっきそうでしたね。そう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 、フルショットもそう。上げてったら肩出て立てて、フィニッシュまで持って。フルショット、フルショットもちろんもちろん立たないと自分の中でこうやって持っていかなくて、だからその時に体が倒れちゃう。へえ。立てる立てる、とにかく立てて。お待たせいたしました。そうそうそう、おー、なんかいいよね。立てる、全部、ドライバーからアプリでも全部。え、全部全部。うん、ナイス。素振りなんですけど、素振りでも多分ヘッドスピードがちょっと変わってる。これ前のやつ。で、立てるように振ってもらったやつ。ほら、あー、なんか、シュインってシュインってなりますね。ちょっと怖がらずに、うん、立てて立ててやってみたます。いくら失敗してもいいんで、ラウダレッスンだから失敗してもらわないと。ありがとうございます。参ります。はい、お願いします。当てに行った感じですね。うわ、体が止まっちゃった。いや、ちょっと体突っ込んでるの分かります。分かります、すごい分かります。上げます。ここから頭がちょっと左にずれるんですよ、うん、ほら、もう、はい、なんかボールに当てに行くのに必死になっちゃってるんで。なるほど。振ること、振ることですね。ちょっと当てる方に意識いっちゃってますからね。かしこまりました。これは青い T の、あの200の杭見えますか。見えます。あそこの方向に行きましょうか。はい、200ヤード以上あるので、ちょっとここで、はい、先に立てる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 、はい、はい、うん、OKOKOK、 ナイスナイス、いいです、ありがとうございます。立ってもチョロするだけなんです。はい、なんでそこの青い杉たちが集まってもまずフェアウェイに出すっていうことだけで大丈夫で、左足曲がりってどっちに行きやすいとかって話で、で以前あの練習場でお話したんですけど、覚えてますか。左足は揉めちゃうから、そう、右に行きやすいんです。はい、でこの場合、右、どうです、右と左だったらどっちが正確ですか。左の方が、そうだし、はい。なんか普通に振ってちゃうと右にやっぱすごい行きやすくなっちゃうんで、はい、まずはその辺に出す。失敗して右に行って林の中行ったりとか、バンカーの中入ったら大変じゃないですか。はい。次、そう。だから次打ちやすいところで大丈夫。でいつも通りちょっと素振りしてみてください。はい。そう。そう。やばい。ストップ。今この辺触れてるの分かります？ヘッドが。はい。だけどボールの位置は右のかかと内側の延長線上ぐらいに置いてあげないと届かないですか。はい。そっか。何回か振って。そう。確認するんでしたよね。そう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 。で、ここまで警察受けばフルショットする必要はないです。
ハイショットぐらい、はい、なぜかというと飛ばす必要ないんで、フェアウェイに出してもらえば腰回さなくていいってやつです。大丈夫大丈夫、大丈夫。もっと右向いて、もっと右、そう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 、はい、オッケー、ナイス、ナイス、ナイス。以上に右に置いちゃってよかったんですね。そう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 、それぐらい傾斜強いんで、ここ今のアシストがなければちょっと危なそうでしたね。だいぶ修正しましたもん。うん、ちょっと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 、オッケー、もう一回いきましょう。はい、それぐらいしっかり当たると飛ぶってことはね、もっと振り幅が小さくて大丈夫。わかりました。あとやっぱりちょっとこう打ちに行く動作が入るんで、体突っ込むロフト立っちゃうんですよ、はい、だからボールが低くなっちゃうじゃん。その場でぐるっと回ったり、惜しい。まあまあまあ、しょうがないしょうがない、なかなか続けていきましょう。ちょっと練習続けるのが大事。はい、あ、そんなもん、そうそう、フレアの気をつけ、大きい、テイクバックが大きい、そうそうそう、そう、いいっす、いいっす、それですね。そのぐらいまで来る、走ってくれたらもうちょっと行ったって感じ。でも全然悪くない。すごいいい感じよ、気をつけて。右に残ってますよ、体重。本当だ。はい、次切り替えて、はい、行きましょう。短いですね。ロングパットはしっかりカップ見ながら素振りして、はい、その振り幅確認して、その振り幅まんま打ったんです。はい、わかりました。そう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 、どのぐらい切れるように見えますか。カップ1個、ボール1個、ボール1個、ボール1個、OK です。うん、サチヨシ、はい、OK です。はい、こういう打ち上げの方のほど、はい、なりやすいんで気をつけてくださいね。顔を上げないように、そう、しっかりクラブ立てたり、立てる、立てて振っちゃう。はい、お、そう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 、いい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 、当たらなくていいから、はい、当たらなくていいなら、うん、オッケー、ちょっと待ったけど、落ちてくる、落ちてくる、あ、落ちた、オッケー、ナイス、ナイス。今立てれてましたか。うん、大丈夫大丈夫、オッケー、オッケーです、よかった、いい感じ、いい感じ。クラブを立てるのは、はい、カメラとか、一人で練習するときはカメラとかで確認するのが一番いいのかな。一回、本当一番いいですね。なんか気づくと立たなくなってきちゃいそうだもん。そうですよ ね。なんか楽な方っていうかさ、打ちやすい方に行っちゃうもんね。自分は立ててると思いながらも全然できてないよって言われて。あー、なるほどね。はい、特にボールがあるとそうなりやすいんで、常にちょっと撮影しながら練習してあげる。ゴシッで行くとなるとですね、はい、今ちゃんとコースガイド見てたかどうか微妙なんですけど、グリーンがこの傾斜の途中、はい、このちょうど右の林のこの葉っぱあるじゃないですか、葉っぱのギリギリのこの延長線なんです。はいはい、でなんか左側にバンカーがあるんです。なるほど。ちなみに私でも狙いません。そうなんですね。狙えないこれは。そっか、やっぱりなんか残り何ヤードだからっていうので番手選びがちだったんですけど、やっぱそれも最初の話の通りで。そうです。なるほど。だいたい30ヤード手前で行きたいから150、120ヤードじゃ大丈夫。ユーティリティになりますね。はい。なるほど。なまあ次なんだろう、白い杭かな、ヤーデージ杭かな。はい、そう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 、中狙ってもらって大丈夫です。はい、うん、惜しい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 、ちょっと上向いちゃった分ですね。上向いちゃった、うん、惜しい。クラブ反対に持って素振りしてもらっていいですか。はい、こっち側持って素振り、はい、はい、そうそうそう、2連続ですよ。そう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 、自然とクラブ立ちませんか。はい、
全然力入りすぎ。うん、そう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 、ナイスナイスナイス、それぐらいの力か。でちょっと途中ラウンドしてて力入ったなと思ったら、クラブ逆手に持って、はい、逆ヘッド側の方握ってあげて、ちょっと滑りしてあげると、はい、うん、そう、50、ただ50いっちゃうと奥いっちゃうんで、まあ50いっちゃうかな。手前バンカーあるんで、これでしっかり打ってもらって大丈夫。はい、なると56度でやる。はい、そうそうそう、自分の中で、はい、お腹ぐらいの位置でバックスイング止めてもらっていいですか。そう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 、そのぐらいの位置、そう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 、うん、オッケー、ナイスナイス、いいいいいい。ちょっと止まっちゃ止まっちゃっても気合い出てないんですけど、はい、振り切れるようになるにはちょっと慣れが必要。力入ってる、力入ってるよ、力入ってるぞ、はい、いきますよ、はい、構えて、はい、自分の形だとここでこうやって止まっちゃうんで、ピクピク必ずちょっと曲げて曲げてあげる、そう、力入らないね。そうそう、このぐらいでいいですから。結果オーライ。結果オーライじゃない。今のは結構上がっちゃってる。そう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 。あとちょっと今言わなかったけど、右足に対して残っちゃってる。うん、俺もね言わなかった。みんな、いや、なんか最初から左足体重ではなかったような気がする、そもそも。そうですね、今ゆるゆるしてもらってたんで、あっちもこっちもなって。ありがたい、さすが。で、左狙うじゃないですか。はい。あの内側ちょっと白くなってる。ここだったらフェース合わせやすくなる。向こう合わせ、そう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 。もう何だろう、15センチぐらいの真んところに何か見つけて合わせたい。惜しい。でもなんか距離感はさっき、ね、いい感じよりもなんか強い。はい、OK です。はい、OK。はい、今6番ホールのショートになって、で、まあ、ここ終わったら3ホールは一回ちょっと森ちゃんの力は使わずに自分の判断でちょっとやるって、はい、まあ、教えてもらったことっていうのをちょっと考えてて、多分いっぱい習いすぎちゃってシンプルにこれだけは覚えておいてほしいっていうのをスイング面とマネジメント面を森ちゃんからちょっとお伝えお願いします。たぶん見えちゃったらあれもこれもあれもこれもって今出ると思うんで。なるほど。スイング面はクラブを立てること。はい。それだけで大丈夫。はい。まあ、立てる動作っていうのは力抜かないとできないんで。そうそう。はい、一緒に力抜きましょうね、リラックスしましょうねって何ホールか言ったと思うんですけど、それも一緒に入ってるようなもんなんで。はい。クラブを立てること。あとはその狙い方ですよね。残り何ヤードって言ったらそのヤード数。その届くクラブを使うではなくて、はい、状況に応じて逃げ道があればそこに、まあ、その距離通り打ってもらってもいいし、はい、さっきみたいに手前にバンカーがあるときはコロコロしちゃう可能性が高いじゃないですか今は、はい、それを避けていくっていう感じで必ず障害物の確認をする。かしこまりました。避けてってください、障害物は。かしこまりました。そんな感じですね。グリーン周りのアプローチ面とかは何かありますか？グリーン周りのアプローチは右に体重が残らないように。それは最初からあれかな、さっき練習してたように8-2で一回ちょっと左足体重になったらこう体重移動しないようにみたいなイメージでいいのか。変えないように、はい、はい、でそれでもやっぱどうしても打ち終わったと右残っちゃうようだったら、ずっとやってた左足片足一本でやってればそもそも戻りようがないんで、はい、それをちょっと途中切り替えてもらっても大丈夫。わかりました、はい、使い分けてください。最初は極力やってみます。はい、もうこの今の教えはその立てるアプローチは左足体重であんま体重移動しないっていうのはもう半永久、はい、守る守る、もちろんもちろんもちろん、はい、これからずっと続いていきます。消えることはあります。もうそこだけ、そこが一番そこは直結。そうですね、はい、早く習得したいですねそれは。なんかこう考えずに体に染み込ませたいですねそれは。早く、それはもう練習しかないです。練習しかないです。それは今日この場での習得は残念ながら無理です。頑張ります。はい。なかなかな打ち下ろしですね。本当ですね。
3、怖がらないで。おー、まくったんだけど。もう一回あーって音鳴りましたね。いや、前行きましょう。はい、うん、ボールが行方不明なんでレッスンって感じで、いいところからアプローチの練習です。大丈夫か。そしたら、もうちょっと外側に行きたい。そうそうそう、はい、そうするとちょっと体回しやすいと思う、ね、ああ、そうそうそう、はい、うん、はい、一応あったし、低すぎ、ここまで上げてあげてくださいね、うん、頭突っ込んじゃってます、うっすりんごい自分が近づいちゃってるんで、うん、そう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 、そのぐらいのイメージ。さあ、はい、ちょっとこのホールはボール回収して次行きましょう。はい、まあ、次は3ホールちょっと、そうですね、みゆちゃん主体で、主体で、はい、